はい、皆さんこんにちは、榊敦です。月曜日ね、5時25分になろうとしています。明日ね、休みなんですね。文化の日ですか。さっき動画でも言いましたけど、文化の日は昔の明治天皇誕生日ですね。明治終わってから明治節という祭日っていうか祝日になってまして、まあこれが多分あれですね、復活したんでしょうね、文化の日で。何の文化やねんと思いますけど。はい。私は関係なく明日もやってきてここで何かしてますけど、朝鮮オンラインでございまして、11月2日今日のですね、17時1分と言いますから、まあもうほんま20分ぐらい前に出たほやほやの記事ですね。社説。韓国進歩学者でさえ民主党に民主主義は存在しない、その言葉通りだというまあ社説が出てましてですね、これちょっといい記事なんで、なるべく読んでいくようにいたしましょう。進歩学者として知られる高麗大学の、高麗っていうのは日本語読みでコリョっていうそうですけどね、ハングルでは。これ大学のチェ・ジャンジプ名誉教授が講演で、民主主義のためには保守党の方が民主党よりもうまくやってほしいと発言した。チェ氏は民主党を批判と意見が認められない権主義ってよう分かりませんけどね、拳を上げるの権に手に機械のキーですね、に比喩し、民主党内には民主主義は存在しないとまで断言した。生涯をかけて民主主義の研究を続けてきた進歩学者が、韓国の与党に対して民主主義ではないと切り捨てたのだ。その言葉は間違っていない。チョ・グク元法務部括弧小に相当長官のハレンチな偽善を批判したクム・テソプ元議員は党内で孤立し、ネットで攻撃を受け、さらには自らの意思によって投票したとの理由で党の公認から外れ、最終的に党から追い出された。ユン・ミヒャン疑惑、これはあれですね、その慰安婦問題で肖像像を建てたりいろんなことをしてやって運動してた正義連という団体の長でして、集まった寄付金を私にこう何億円も使ったんちゃうかと。で実際こう慰安婦であった人に対して全然お金を回さなかったという疑惑が持たれた事件ですね。ユン・ミヒャン疑惑について党の代表が慣行令を敷いたため、ほぼ全ての与党議員が口を閉ざした。内部での批判や牽制は消え去り、少しでも違うことを言うだけで目をつけられ、攻撃され追い出される。これが174議席を持つ民主党式の民主主義だ。民主党はゲームのルールである選挙法を野党第一党を排除して一方的に改正した。違憲要素だらけの行為公職犯罪捜査所（公訴処）を成立させただけでなく、今や野党から拒否権まで奪い去ろうとしている。大統領との30年の地位を当選させるため、調和で韓国大統領府の実力者たちが先頭に立って選挙工作をしておきながら、検察がこれを捜査しようとすると、捜査チームを人事虐殺して空中分解させた。これは、釜山市かなんかの選挙でですね、あれですね、ムン・ジェインさんのお友達を当選させるために、現役市長のですね、疑惑をでっち上げてですね、操作させてですね、評判を落として、であれですね、当選、自分たちのムン・ジェインさんのお友達を当選させたんですけども、その疑惑はまるででっち上げだったというのは後で分かったという事件ですね。で、それに対して空中、検察が捜査しようとしたらですね、その人事でですね、捜査している検事を全部地方に飛ばしてですね、捜査をさせなくしたという事件ですね。歴代のいかなる政権もやろうとしなかった反民主的な行為が、民主化運動をしてきたと自慢する政権で毎日のように行われているのだった、ね、誠にその通りでございます。はい。それだけではない。新聞にコラムを書いた執筆者を選挙法違反として脅迫し、大統領について金正恩の代弁者と表現した外信記者を売国運動などと激しく罵倒した。
518括弧公衆事件について自分たちと違う意見を口にするだけで刑務所を送りとする法案まで成立させた。あれ成立したんですか、あの法案。えらいことですよ。ほんまに。あれ成立したんやん。大学の校内に大統領を批判するポスターを掲示した若者は有罪判決を受け、地下鉄でビラを撒いた市民は両腕を縛り上げられ警察に連行された。広場での市民の声は機動隊バスの隊列によって遮断された。政権実力者の不正は検察にさえ行けば跡形もなく消え去り、大法院過去最高裁に相当は次々と免罪符を与え、判決によって政権に迎合している。表現の自由は与党勢力にしか存在せず、司法と検察は政権のペットになった。民主主義ではなく、民主主義、ムン・ジェインさんのムンですね。民主主義、南西独裁という言葉まで登場した。それでも大統領と与党は我が国の民主主義は誰もが羨むほど成熟した土地、自画自賛してるというのはもう悪い冗談ですね。我が国の民主主義は誰もが羨むほど成熟してるんですか。他の国に住む人間のようだと。ところで記事は終わりですね。なんか初めて聞いた方びっくりするような話でしょうけども、これ実際に行われていることでございまして、今その愉快なお隣さんはどうでしょうね、民主主義国家とは言い難い状態になっています。で、反対派がですね、集会を開こうとしたらですね、そのコロナのために10人以上の集会禁止というなんか命令か法律か知れませんけど、そんなの出してですね、もう警察をやって禁止をしていると。まあそれでもですね、8月15日でしたか、5万人ぐらいが集まったんですね。であれでもうムーンさんビビりまくってですね、もうもっと徹底せえと、10人以上の禁止、集会を禁止の徹底せえということを指令を出したみたいですね、警察に。もう全く反対運動ができないという状況になっています。でまあ次々とですね、そのあれですね、自分たちの都合のいい法律を作ってですね、で反対をどんどん貶めてですね、で書いてある通り裁判所はどんどんあの与党側で容疑があった人の裁判ではガンガンと有利な判決、被告に有利な判決を出してですね、政権に迎合してるんです。でほとんど全てのメディアの人事に介入してですね、その今の与党に都合のいい報道をするような人ばかりを送り込んでるわけですね。で唯一ムン・ジェイン政権に対して批判的なのは、このあれですね、私が今読んだ朝鮮オンラインと中央日報と、もう一つ東なんとか新聞というのがあるらしいですけど、それはちょっと私よく知りません、になってるというのが現実なんです。でまあ日本でね、そうなってたら大変なことになりますけど、まあお隣さんなんでね、勝手にやってくれっていう世界に住んでるわけなんですけど、ところがこのムン・ジェイン政権ってやたらと反日でございまして、なんかすごい悪いことあると全部日本のせいにして、日本が悪いって言ってる。まあ前の政権もそうだったんですけどね、保守系の政権も。なんかすごい悪いことあると日本が悪いって言ってたんですけど、まあ今回もそういうことをやってらっしゃると。ものすごくやってらっしゃると。でアメリカのね、シンクタンクがこの前の選挙も不正があったんちゃうかというふうに見なしてですね、もうあの国ではですね、民主主義というものは終わったんちゃうかというような見解が今アメリカ国内ではですね、主流になりつつあります。少なくともアメリカ政府筋はですね、愉快の隣さんについて何ら幻想を抱いていないわけですね。で今後ですね、もっともっとこうアメリカの同盟国としての立場から離れてですね、レッドチームの方に向かっていくんちゃうかというふうなことも懸念されています。でまあ空を企てるんちゃうかという指摘もありましたけど、どうでしょうね、その今の韓国のアーミーにそんなその根性がありそうな気はしませんね。なんかと大丈夫かよという感じですよね、今のアーミーは。かつてね、ものすごくて、空も何回もやったんですね。3回ぐらいやったんちゃいましたかね、私知ってるだけで。もうそういう時代ではなくなってるのかなと。そうすると、どんどんレッドチームへ行くのをですね、まあ、見てるしかないということですね。まあ、日本にとってはですね、別に保守党が返り咲いても、いや、今の共に民主党が、政権が続いても、どっちみち、あの国自体が反日であることには違いないんで、
んでですね、まあ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 という感じでございます。まあでも今回と今の文政権は特別にひどいですけどね、日本に対しては。まあでもあんまりね、この賢明な政権になってもね、またそれはそれで困るんで、まあちょっとあのおバカ加減が、ちょっと過ぎますけども、まあしゃあないなというぐらいのことでございまして、ただまあ愉快なお隣さんたちにとってはえらい大問題だということですね。はい、あの今後もウォッチングは続けていきたいなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。